よいしょー。さてさてさて、12月になりましたのでデートに行きたいと思います。来い 33%。 おっと、これはどっちだ。遅れちゃいました。これはどっちかわかんねえな。今日はどこに行くんですか。これは魔法美穂っぽいな。ファンシーショップ。嬉しいです。なかったか。さあ来い、2回目や。来い、まだや。ここじゃない、ここじゃないぞ。ここぐらいからかな。今日はどこに行く。ファンシーショップ。嬉しいです。行こうとしたところに、やーやー、来たー。パリスさん、クリスマスケーキはどうかなって。あら、いつもの少年じゃない。びっくりするでしょ、毎回毎回女の子は違うと。え、やるね。おー、彼女連れてデートするとは羨ましいやつめ。いやいやいや、そこ突っ込むんじゃなくて、女の子をね、毎回違うことを突っ込んでほしいな。うん、ま、マイカさん、うわ、ナイスバディが。ノッツ、彼女の前でこんなに近づいちゃダメね。じゃ、ダメめよ、少年。いや、お前が来た時点でアウトだから。アウトだから。今の誰ですか。あ、めっちゃ怒っとるやん。あ、いつも家に来てくれる配達の人だよ。バイトをしてるらしいね。そうですか。私、用事を思い出す。お前ら用事を思い出すの好きやな。え、白雪さん。では、さようなら。あ、やっぱり怒ってたな。ははんははん。はいと、で、12月のね、配達をやろうかなと思っております。今度はいけるぞ。お、いけるいける。この 3D スティックな。よいしょ、よし、来た。はえー、じゃあお願いします。よっしゃ、来るぞ。宅配ヤーです。はい、よっしゃ、いらっしゃい。やっほー。え、いやー、少年、この前さ、反抗しなかったじゃん。そうなのよ、うっかり忘れちゃったじゃない。それでチーフに怒られ、あの親父ガーガービビうるさいったら。あ、それはまあ、どうも。ノー、君のせいじゃないよ。全然、私ってさ、チャキチャキ動かないと気が済まないタイプだから、たまにやっちゃうんだ、こういうせっかちな失敗。いや、しかしいろんなバイトしようよな。はあ、そんなことしててまた忘れたら大変。はい、ここに。あ、はいはいはい、はい、これで一丁上がり。またのご利用お待ち。ま、マイカさん、あ、嵐のような人だ。はい、ということで早速使ってみるかい。うーん、よくわからん。どんな効果のやつかよくわからんな。全然見てなかった。フェロモン、フェロモン。あ、関係なかった、関係ないか。よっしゃ、じゃあ次は3月までカットしたいと思います。よーし、やっと来たぜ。まあ、3月になる前に一つちょっと、もう一人のね、キャラクターをね、攻略していこうかなと思ったら、めっちゃサーカス断られるんだけど、10回ぐらい断られたかな。時間かかるわ。もうちょっとあれやな、光の好感度を上げた状態でやっときゃよかったなっていうね、すげえ今後悔してる。ということで、運動をしていきたいと思います。で、この運動をね、すると、なんと、名前なんだっけ、野崎すみれさん。あ、ない、俺のキーホルダー。キキキじゃねえよ。あれ、あれは俺のキーホルダー。でもなんでこんなところに猿がいるんだ。逃げたペットかな。あ、そんなことで取り返さなきゃ。いい子だから、それ返して。あ、しらばっくれてるぞ。侮れないやつだ。こうなったら近づくるでも。キキキキキキキじゃねえよ、おい。あ、こいつ動くな。バカにしやがる。そこで音出しか。あ、うわ、いけ。うぜえ、畜生、笑われてるよ。俺でも困ったな。惜しいけど、すばしっこいし。ほら、デイジー、またいたずらしてるのね。デイジー、デイジーかよ。
おお。大丈夫ですか？ごめんなさい。うちのデイジーがひどいことをして。ほらデイジー、取ったものを返しなさい。プッキー。プッキーじゃねえよ。ほんと返せよ猿が。本当に。あ、ぼんやりしていた俺も悪いんだ。それに勝負に勝ったのはデイジーさ。あげるよそれ。あげるのかい？そんなわけにはいきま。平気だよ、本当に大したもんじゃないからさ。本当にいいんですか？ありがとうございます。ウッキー！ウッキー！俺なんて本当に気にしなくていいよ。そういうわけには。お、サーカスのペア？はい、毎年2月の中頃から。おー、いいね。君も関係者なの？パパが団長なんです。おお。私とデイジーも団。へえ、すごいね。うん、絶対行くよ。ありがとう。野崎すみれって言います。自己紹介が遅れてごめんなさい。よろしくお願いします。すみれちゃん。あ、こちらこそ。俺マオ、覚えててね。応援よろしく。応援に行くよ、はい、よろしくね。頑張ります。はい、さよなら。さよなら。なんかめっちゃ若そうな人だよな。なんかこっち攻略のすみれちゃんか。どう見ても年下だけどずいぶんしっかりしてるな。あ、そういえばペアチケットなんだ。誰を誘って見に行こうかな。もう決まってるけどね。なんかこっち攻略の画像を見るとそんなになんか年下って感じはしないんだけど、これ何歳なんだ。1985年生まれっていうことは、あー、2歳年下なのか。なるほどね。そしたらこれね、また行かんといけんよね。誰 OK したっけ。あ、そうそう、白雪さんが OK してくれたんだ。そのまま白雪さんがサーカスに来てくれるはず。5日目。まあ無理でもまだ他の道がある。ごめんなさい。にゃにゃー、早い。ごめんなさい言うの早い。ごめんなさい言うの早い。じゃこのままこのままね、行きたいところなんだが、バレンタインか、忘れだったわ。よいしょ、ここまで来ました。よし、じゃあサーカス行こう。ちょっと引き伸ばしてやろうかなと思ったら、バレンタインとなんかいろいろイベントがあって飛ばしちゃったぜ。ごめん、ちょっと遅れちゃった。あなた誰ですか？あ、よし来たぜ。ちょっと早く来すぎたよな。ということでサーカスだぜ。すいません、これは遅れちゃいました。これ魔法じゃん。魔法わかるぞ、魔法っていうのが。ラッキーだよね、サーカスが見られるなんて。見られる土地なんてそうそうないよ。はい、確かにな。私サーカス大好きですから嬉しいです。まあ魔法だからな。もうこれ俺もわかるからな。あー、先やっとってよかったですわ。はい、思いっきりか。スミレちゃん頑張ってるな。本物のサーカスが見られる。俺サーカス見たことないな。夢見てる場合じゃないと。しっかり見ないと。まだ夢は続くよ。夢じゃないよ、ファンタジック現実さ。これな。何？いいよ魔法だから。しっ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 。全然楽しくなかった。はいはい、知ってるよ。じゃあ次はね、もう一回ね、イベントを行うと回ることが起きるということで、セブショー。よーし。全然ステータスが違うと思うんですけど、そうです、やり直しました。まあなんでかといったら2回目のサーカスなんですけど、全然 OK してもらえなくて、もうよくわからない。もう全然30回40回しても全然よくならなかったから、ちょっとねもう一回やってみるのと、まあ今回光になったので、もう光をね、もう中心的に攻めて、デートを行きやすくするというね。私もワクワクしてる。といってもこいつもう20回以上断ってるから、すでに。でサーカスがあって、で、ね、ちょっとね選択肢が若干違ったんですよね。俺なら下を見るだけです。失神だな。でも私でもきっと怖い。まあこんなもんだろうって言った後に、これ選択肢があるんですよ。今日は楽しかったねえ、よかったら。これ前回魔法の時なかったんですよね。
まあ理由としては多分ダメな選択肢を選んだからだとは思うんですけど、これがあったのでちょっともう一回ね録画しようかなと思って、ちょっと俺用事があるから、じゃあね、バイバーイ。しまった、傷つきちゃったかな。ともかくスネちゃんに会いに行こう。これ会いに行くイベントがあるんや、危なかったな。もしあれかな、これがあなかったからあれなんかな、2回目行けなかったっていう可能性があるな。スネちゃんどこかな、誰かに聞こうかな。すみません、おお、おお、幼な、2歳年下だっけ。もうねあれからね一回寝まして、まあ8時間ぐらい経ってるんですけど、見に来てくれたんですね、ありがとうございます。俺を言うのは俺の方さ。それにしてもびっくりした、すごかったよ。そんな、うん、私はまだまだ未熟です、もっと頑張らなくちゃ。スミル、お友達かね。お父さん、パパ、あ、確かに団長さんって言ってたな。ほらパパ、前に話したいたずらしたデイジーに。おお、あなたでしたか。あ、ご紹介遅れました、スミレの父です。いえ、こちらこそ楽しませていただきましたよ。そういえば一人ですか、確かって。あ、それは友達が用があるって先に帰ったんだ。そうですか、お一人ですか。そうだ、いきなりで恐縮ですが。いいですよ。ああ、でもせっかく今日は昼公演だけなのにどこにも行けないのはかわいそうだし、そうは言っても見知らぬ町に一人では。私平気よブラン様。俺でよかったら。本当にいいんですか。いいよ、行きたい場所に連れてってあげるよ。いやありがたい、ぜひそうしてやってください。高一だから中二か。こいつ中二病や。うん、ありがとう。お、遊園地、あ、いいよ、これ待ってるから準備しないよ。はい、なんと言ってお礼を言ったらいいか。勝手にすんだな。サーカス団という因果な家業についていますので、あの子には苦労をかけっぱなしで、旅から旅で友達もできず、あ、そういうのあるよね、転校したらね、そうなるもんね。あなたに出会ってから毎日本当に来てくれるかなと心待ちにしておりました。最高じゃん。そうか、それじゃあ寂しいよな、パパさんも劇団員さんも忙しいし。よし、今日はうんと楽しませるぞ。お父さんがそんなことするからだよ。うわー、おー、夢みたい。あ、絶対そうじゃん。一度来たかったんです。2回目絶対断られるやつなんやな。そしたら、そうか、すみれちゃん初めてなんだね。初めてなんだ、ね、来るんですよね。あ、まあ、うん、まあね。そうですか、じゃ、ほ、なんだ、そういうことは。あ、いいよ、すみれちゃんの行きたいところに連れてってあげるよ。本当ですか。じゃあ観覧車乗ってみたか。あ、じゃあ早速行こうか。てってってー、おお。絶対そうじゃん、もう CG ゲッツじゃん、ゲッツ。人なんかほら、あれみたいだろ。ここは随分たくさん人が。あ、休日はいつもこうだよ。羨ましい。え？今日サーカス見たでしょ？結構席空いてましたよね。あれでもいい方なんです。あ、外に出れば遊園地とか楽しいところいっぱいあるし。確かにな、サーカスとかいかんもんな。うちに立ってテレビゲームとか楽しくて刺激的なこといっぱい。時代遅れなんです、サーカスなんて。確かにな。そんなことないよ、スミレちゃん。俺今日感動したもの、スミレちゃんの空中ブランコ見て。めっちゃ音楽急に止まったんだけど大丈夫かな。え、それどころか誰だって実際見たらサーカスのファンになるよ、絶対。他とは比べ物にならない楽しさだ。やっぱりね、あれだよ、点々と回るよりさ、まあ、まあ、東京なら東京のこの周りとかでぐるぐる回った方がいいんじゃないかなとは思うんだけどな。それ本当ですか。まあもちろんさ、自信持ってよ。あ、本当さ、自信持ってよ、すみれちゃん。もちろんさ、ね、ありがとう。私もっともっと練習してお客さんに喜んでもらえるようか。そうだよ、その駅だよ、はい、でっかいね、会社じゃないとね、もう今はね、やっていけないよな。ちっちゃいよ、サーカスじゃ。本当にありがとうございます。
十分楽しんだかい？はい。じゃあ暗くなる前に帰ろうか。送っていくよ。はい。どうしたの？今度は来年になっちゃいますけど、私。そうか、スメちゃんは一年に一度しかこの町に来れないんだよな。ああ、もちろんさ、約束するよ。本当ですか？じゃあ行こうか。はい、本当にけなげで可愛い子だな、スメちゃん。ちゃんと約束守んなきゃな。あれ？これ2回とか言ったけど、1回目でよかったんかな？ちょっと待ってよ。1回目でいいならいいんだけど。俺は楽なんだけど。そうなると、俺のあの2回目のあの、デートの誘うあれは本当に無駄だったっていう話なんだけど、1年目と2年目の2回。1年目に1回、2年目に1回っていう感じでいいんかな。やべえ、わかんねえな。どっちかわかんねえな、これ。ちゃんと調べるか、ちゃんと調べよう。ちょっとちゃんと調べてきます。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。